はいどうも、ブラックパンダです。今回のジャンクはこちらです。はい、グラフィックボードですね。ゾタックの10603GB モデルのグラフィックボードです。ヤフオクで購入して、動作は未確認のジャンクだったんですけれども、動作をね確認してみたところ、全く認識されず、 GPU-Z でも何も認識されてないっていうジャンクでした。ということで早速見ていきたいと思います。まずは外観のチェックですね。見えてるところで損傷がないか確認していきたいと思います。裏面は大丈夫そうですね。では分解していきます。よし、こっちは、こっち側も特に目に見えて焼けてるとかそういった損傷はなさそうですね。次にテスターで抵抗値見ていきたいと思います。確かここがメモリかな。あ、ここはコアかな。あ、ここはメモリですね。気になったのが PCIe からの 12V のラインですね。ここ今 0.6 キロオームで出てるんですけど、もうちょっとというか多分これじゃ抵抗値低いと思うんですよね。10キロとか多分それぐらいはいくと思うんですが、ちょっと別のグラフィックボードで見てみましょう。はい、こちら以前燃えたグラボシリーズで登場した同じ型のグラフィックボードですね。ゾタックの10603GB のモデルですね。今やってるやつと全く同じやつなんですけれども、こいつの 12V PCIe からの 12V が 14kΩ になってるんですよね。今見てるこいつが 0.6kΩ、 多分どっかでショートしてるのかな。問題はどこかですね。はい、よくわからなかったので一度電源入れて電圧を見てみたいと思います。でも PCIe からの 12V はちゃんと出てるっぽいですね。あ、メモリーの電圧はなし、コアもなし。なるほど。ということは確か以前修理したゾタックの1060の時はここに 5V があったと思う。11.3? ここおかしいですね。こいつですね。こいつで 5V 作ってるはずなんですが、今見たら 11V になってましたね。試しにこの以前燃えたやつですね、こいつでこのレギュレーターのところ電圧測ってみたいと思います。こいつ自体はね、もう部品取りで何個か部品取ってしまったので、まともには動かないんですが、多分この 5V のラインというか 5V はね出ると思うので一度見てみましょう。ここが、あ、やっぱ 5V っすよね。 12V 入って 5V がですよね。ここのレギュレーターの 5V を生成してるところが壊れてるんだと思います。なので焼けた1060からこのレギュレーターをこっちに入れ替えていきたいと思います。取り外ししていくんですが、問題はここのコンデンサですね。かなり近くにあるので、このナイフでここ直接コンデンサに熱が当たらないようにガードしてヒートガンで外していきたいと思います。よし、取れた。では次はね、この壊れてる方も取っていきます。よし、取れた。今取り外した部品をテスターで確認しておきたいと思います。こちらが壊れている方ですね。抵抗値が111オームで、こっちが正常のレギュレーターですね。 0.5 メガオームですね。やっぱりこいつ壊れてますね。ではこの正常なレギュレーターをこっちに取り付けていきたいと思います。
よし、着いた。若干歪んでますけど、取り付けはこれで大丈夫だと思います。では電圧確認していきます。ごめんなさい、電圧を確認していく前に PCIe からの 12V のラインの抵抗値ですね、ここがどのように変化したか見てみたいと思います。さっきは 0.6kΩかと、まあちょっと低めの抵抗値だったんですが、40、結構いきましたね。0.4メガ、40kΩとかね、それぐらいまでいってるんで、これでいけるのかな。では改めてね、電圧チェックしていきます。で、さっきがね、ここを壊れて 11V とか出てたんですが、今回は 5V ですね。 OK ということは、メモリコア電圧も出てるんじゃないですかね。おら、出てねえな。はい、あれからいろいろ調べまして、ここのコア電圧を制御している IC がここにあるんですけれども、 UP9511 っていう IC なんですけれども、どうやらこいつに 5V 来ていないみたいですね。ここのレギュレーターが壊れて 12V 直接多分ここにかかってでダメになったんだと思います。データシートを見る限り、ちょっと見えづらいと、この辺に12ピンがあるんですけど、12ピンに 5V 入ってこいつが起動するんですが、この12ピンのところのね、抵抗値がこの 5V からの抵抗が200オームになってるんですよね。今回ドナーに使おうと思ってる基板のところは約 2.2 か 2.2 オームですね。多分これが正常な数値なんですけれども、今修理してる方はこの IC に入る手前の 2.2 オームの抵抗が切れてしまってるんだと思います。もう一つドナーと見比べて分かったことがあるんですが、この IC の電源ラインの抵抗値、ドナーの方は 0.4kΩなんですが、今修理している方は 1.5 オームになってるんですよね。なので多分ね、こっちの IC も壊れてるんじゃないかなと思います。状況を整理すると、3端子レギュレーターが壊れて 12V 直接こいつにかかって、こいつがショートして手前の抵抗が切れたっていう感じですかね。こいつとこの 2.2 オーム交換しようと思います。この壊れてない部品をドナーから取っていきます。取り付けていきます。マジか。あ、全然違うわ。ドナーからね、取ったやつの方が一回り小さいですね。よく見たらね、表記が若干違いますね。 UP95119 と UP9511P になってますね、こっちね。 P と Q の違いで大きさがね、違うんですね。ああ、ミスったな。さっきのこの IC はアリエクで発注したので届き待ちになるんですが、 2.2 オームのチップ抵抗だけ先に取り付けておきたいと思います。 2.2 OK、 こいつを取り付けていきます。2.2 オームの抵抗を取り付けました。 5V から 2.4 OK ですね。そしたらあとはここの IC チップ届くのを待ちます。はい、ということで IC チップ届きました。こいつをここに取り付けていこうと思います。5V の入力のところですね、ここがね、以前はショートしてたんですが、今はどうでしょう。297オームということで、ショートはね、収まってるはずです、これで。では電源入れて電圧確認してみたいと思います。この 5V は OK で、これですね、2.2 オームの抵抗の先 5V ちゃんとこいつに入ってますね。でイネーブルがここにあるんですけど、イネーブルもちゃんと、2.2 ボルトで来てますね。で問題のコア電圧ですね、よっ、あ、ちゃんと 0.8V 出てますね。メモリがここかな。あら、あ、メモリの電源が動いてないですね。これはもうちょっと調べる必要がありますね。メモリの電圧はここで作ってるみたいですね、この IC。 5V がここから入ってくるんですけど、
ここの 2.2 ohm の抵抗が焼けてますね。この先でもしかしたらショートしてるかもしれないですね。あ、ショートはしてないのかな。 0.4 キロオームの値なんで、こいつ自身にショートはないのかな。この 2.2 ohm の抵抗を取り替えて、メモリの電圧が復活するか試してみようと思います。よし、じゃあメモリの電圧が復活してるか電源を入れて確認してみたいと思います。スイッチオン。あー、出てねえな。ダメですね。さっき交換した 2.2 ohm の抵抗がもう焼けてますね。多分もうこの IC もダメになってますね。こいつもね、ドナーから交換して、さらにね、もう一度 2.2 ohm の抵抗を付け替えして、ちゃんと電圧が出るか確認したいと思います。はい、付け替えが終わりました。抵抗値は317ということで、まあ、コア電圧のこの IC もね、5V ライン、まあ、318なんで、まあ一緒ですね。まあこの辺り、こっちのね、コアの電圧は出てたんで、まあ、これで大丈夫だとは思います。よし、それでは電源入れていきましょう。1.5V 出てますね、ちゃんとね。ゲート電圧 2V で 1.5V。ちゃんと出るようになりました。よし。んで、あとは、あ、1V。多分 PXVDD ですかね。もう 1V ね、ちゃんと確認できましたので、このままですね、検証器の方に取り付けて、ちゃんと映像が出るか確認していきます。はい、それでは検証器の方に取り付けしたので、動作確認していきたいと思います。スイッチオン。ファンの回転 OK ですね。で、ここが、緑になれば信号がね来てるっていうことになります。お、来ましたね。映像は出るでしょうか。お、来た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 。よっしゃ、ちゃんとねバイオス表示されました。ではこのまま OS 入れて GPU-Z で確認してみたいと思います。はい、 GPU-Z の方でもちゃんと認識されていますね。 GeForce GTX 1060 3GB ですね。でメモリサイズも DDR5 の 3GB になってますね。こいつがね、まあ 6GB じゃなくて 3GB モデルなんで、これで OK ですね。ではね、ベンチマーク取っていきたいと思います。オーライオーライオーライストップ。じゃあ気をつけてね。はい、ということでベンチマークちゃんと完走しました。スコア5761のやや快適判定ですね。まあ GTX1060 の 3GB モデルだったらこんなもんだと思います。はい、ということで今回のこちらのねグラボの修理無事完了しました。 5V 出力の3端子レギュレーターが壊れて、巻き添えを食らってコア電圧メモリ電圧をね作る IC も一緒に壊れたっていう症状でしたね。この症状なんですけど、いつもねお世話になってるナグのデジモノラボさんのチャンネルでも同じような症状のグラフィックボードあったんですが、その時もね 5V の3端子レギュレーターが壊れてですね、 12V がそのままコア電圧を生成する IC に流れて、まあそいつもねショートしてしまったっていう症状だったんですけど、まあ今回はねメモリの方の電圧生成する IC もね一緒に壊れてしまってたんで、多分ですけど、まあその 5V 生成の3端子レギュレーターが壊れて、まあ、12V がねそのまま IC に入った場合はセットで壊れている可能性っていうのが多分かなり高いと思うので、3端子レギュレーターが壊れた場合はこの IC ですね、メモリ電圧生成の IC と、コア電圧のね生成する IC 一緒にね壊れてる可能性が高いと思うので、もしね同じ症状の場合はそっちの方も疑ってみるのもいいかもしれないですね。はい、ということで、今回のジャンクは以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。